30分トークということで、本日のスペシャルゲスト、大山英雄さんに来ていただきました。どうも福山雅治がやってきました。皆さん、福山雅治じゃないです。めちゃめちゃちゃんと言った。日曜劇場ラストマン、よろしくお願いします。それの告知できたみたい。お願いします。それの告知できたじゃないです。ちょっと待ってください。やっとですね。やっとですやん。何回言うてました。大丈夫です。え、もうそんな声出さない。これここで撮ってるんだよ。あ、そうか。舞台の人だから。舞台の人だから。とんでもない声出てますね。ごめんなさい、ごめんなさい。そうか。いや、ありがとうございます。いや、もうほんま30分ザックバランに。ちょっと待ってくださいよ。すごくない？スタッフこんな抱えてやってんすね。いやいや、4人。いやいや、4人十分ですやん。もっと抱えてますよ、でかいところ。みんな、はい、え、大山さんも YouTube ね、やり始めました。今回コラボじゃないですけど、大山さんの方にも出させていただいて、ね、っていうことで、僕なんかも一人で撮影して、一人で編集してやってますから、すごいなんです。え、今日も一人ですか？完全に。もちろん一人です。この後ね、大山さんのやつも撮ります、はい、それも一人でやる。もちろんです。もういっぱい持ってきましたよ。なんかバッグ、ボストンバッグみたいな2個くらい、いっぱい入ってますから。あのほら、スタンドとか入ってるから、スタンドとか。ああ、え、それも全部自腹で？もちろん自分で機材買うて。はい、はい。そもそも大山さんが芸歴今何年目になったんですか、この4月で。33年目とか4年目なんですよ。どっちか分かんないんですよ。じゃあ僕らよりマジでちょうど20年ぐらい先輩です。僕らが4年目なんで。同期誰とかに、はい、同期千原兄弟ですね。そうだ千原兄弟、藤原とかですね。大阪 NSC の8期生、ナイナイさんの1個上ってこと。そうだから、ナイナイが、はい、大体何年目って言うんかなって思いながらやってます。ああ、なるほどね。ナイナイさんの1個上っていうのに合わせて。ナイナイが30周年やったぞ。あ、じゃあほら31年目なのかみたいな感じで。なんか誰もやらないんで、同期が誰一人なんか何周年とかやってないんですよね。はいはい。やらないから。でも、雨上がりさんが1個上ってことですね。1個ですね。はい。あ、なるほど。なるほど。で、なんか昔から僕らは実はね、はいはいはい、大山さんにもちろんなんか目にかけていただいてた。そうですね。なんかそのイメージあるやろ。まだそんなにね、うん、ぐんと行く前から。なんか、え、なんでしたっけ、ずっと大山さん、はい、面白いって俺は言ってくれた。面白かった。なぜか。コントが面白かったじゃないですか。なんでしたっけ、大山さんが審査員するライブでしたっけ。ルミネで、はい、なんか100ステージかなんか、かかってたんだったじゃないですか。あった、はい、優勝したら100。なんか知らないですけど、僕はミスタールミネっていう称号をもらってたから、大山さんが大いじらいしてた、ルミネ全体からずっと。で、なんか審査員してくれないかって、先輩芸人枠みたいな感じ、はいはい、そうですわ。ええー、って、まあまあええけどってやった時に一番面白かったんですよ、はい、いや嬉しい。それでめっちゃ何回も言う、なんかアウターベリー、アウターベリー、大山さんが言って、めっちゃ思う。絶対いけるなあいう話して、でもそうす、まだその時ピンと来てなかった、はい、え、ほんまですかみたいな感じ、いや、めっちゃおもろいやんけってずっと言ってて、熱量がすごかったです、大山さん。絶対いける。絶対今年決勝いけるでみたいな。で、そのぐらいの頃からの河本さんと一緒にコメディイベントとかな、そうそうそう、イベントとか一緒にコメディやらせていただいて、はい、で打ち上げで飲んだりとか、はい、毎回いろいろ話して、新宿の海峡にな、いろいろ喋ったりできて。でっかい伝説の唐揚げあるね。そうでっかい、あそこで僕の行きつけのところ、大山さんの金ボトル飲ましてもらって、そうそう。でもまあまあそれも潰れましたけどね。コロナで3軒潰れました、僕の行きつけの店が。困りますよ。どうしますの、ね、ちゃんとライブとかあると飲みに誘ってくれるっていうのが、はい、他の先輩なかなかなかったんですよ。大山さんは毎回こう打ち上げとか連れてってくれるイメージだったんで。でもなかなかね、コロナで3年ぐらいね。そうですね、そうですね。でも、まあ、この間久しぶりに行きましたよね。行きました。でもその前もあれやったじゃないですか、はい、スナックルミネ。はいはいはい、スナックルミネの時も行きました、ね、その時も無観客の後も行ってみたいな、はいはい、行きました、行きました。あれです、ギリギリ行けたんかな、あの時はね。ちょっと行きましたね、うん、まだね、はい、そんな大山さんがなんかね、はいはい、YouTube 始めて。そうなんですよ。YouTube 始めたんです。すごいタイミングで。このタイミングね。どういう行きさつなんですか。まあ行きさつはまああれですわ、30で超えて一人で新年会みたいなことを、まあまあ今年はちょこちょこやったんです、はいはいはい、まあ少人数ですけど、いろんな人と、はい、で、ザコシとクッキー、クーちゃんと、うん、日曜ケンジ、シュージと4人で飯行ってたんです、はいはいはい、で、まあまあ僕大体、まあ、ニューヨークにもいつもあれですけど、はい、俺今後どうするって話するじゃないですか。いや、いつもどうしたらええって相談するじゃないですか。それしかしないです。そうそうそう、先輩でも後輩でもやるんです。僕は
どうすると、なんかもう52歳だけどちょっとあがきたいと、はい、なんとかちょっともうちょっとあの、うん、知名度上がれへんかなみたいな話をしてた時に、はい、もうくーちゃんが、はい、もう YouTube やんなはれと、あクッキーさんなんだ、いろいろやったらよろしいねん言うて、あでも全然再生回数なかったりとか、うん、何撮ってんねんってことやっても俺らいじるしと、はあ、笑いになるじゃないかと、はあ、ネタになるじゃないか、はあはあ、一回やってみたらよろしいねでザコシもやったらええねんとか言って、うんうんうん、始めたら僕ら出ますよみたいなこと言ってくれてマジか、でその場でこうねもう回したんですよ、はあはあ、実は、はあはあ、あのお店でも始めますって、はあ、なるほど、でみんなが突っ込んで、はあ、うん、でなんか適当なタイトル言うたらダッサいのとか言われる、はあ、まあまあ回してないですよ、撮ってないですよ、顔は撮ってないけど声だけ入ってる動画があったんですよ、はあはあ、動画を撮ったんですよ、はあ、でよしこれで始めようと、はい、それまで始めようとかちょっとも思ってなかった、はい、全然です、もうノウハウもその日のノリでもう始めようと、はい、アナログ人間なんで、はい、言うたら、はい、でまあまあ YouTube がね、はい、ちょっとやっぱりね、うん、うまくいったら儲かるっていう話もまあまあちらほら聞くじゃないですか、いやいやだいぶ前からみんな言うてますよそんなこと、それをねそのだからそんな眼中をタイムスリップ、いやいやそんなそのトーンで今 YouTube の話するやついないですよ、もう舞台しか見えてなかったから、もうそこ結構前に超えて、はい、結構難しくなって、いや今 YouTube 逆にむずいのらしいフェーズです、どっちかっつったら、でもだからそれも含めて突っ込める、ああなるほどなるほどなるほど、あるじゃないですか、でもやっぱだってこんだけ抱えてるってことはさ、はい、絶対儲かってるやん YouTube で、なんとか儲かってるっていうほどではないですね、今日も1日 YouTube の日だってやってるわけでしょ、はい、それぐらい YouTube にやっぱりね魅力があるというかってことじゃないですか、ニューヨークもやってるってことはこういうふうに、いやお金でっていう感じではもう ないっすね、正直お金で言うたら結構、うん、そうなん、結構日で割ったら他の仕事の方が稼げるかも、まあまあそれはそうでしょうけど、はい、ある程度はまあなんかその、ね、見てくれてる人がいるんでって感じです、はいはい、お客さんのためがでかいかもしれないですね、でもな、え月100万ぐらいはいくわけでしょ多分 YouTube だけでえ俺ら個人でですか、はいはい、YouTube、俺ら個人では行かないですよ、あ行かない、あでもまあまあ収益があの月100万ぐらいあってみんなで割ってどのこうのぐらい、だから100万ぐらいの規模ってことじゃないですか、そのそうです、ね、市場という、市場で言うとそうすごいじゃないですか、一人でやったらもう全部それ一人ですからね、そうでしょ、はい、いやでもそんな僕もそこまではいらないですよ別に、全然、あただ収益化まずしたいんですよ、あまだ収益してないんですよ、全然いや思んなさすぎたんで大山さんの YouTube 見てもらう、いやほんでね見てもらったじゃん、イベントで見てもらったじゃん、イベントでこの間見ましたけど、いややばかったっす、そうなんですよ、ほんでね、はい、あの突っ込んでくれて、はい、もう盛り上がったじゃないですか、まあまあまあ、あれでいいじゃないですかね、誰が見てんねんとか誰が見んねんとか、はい、何回しか回ってないさ、はいはい、いいじゃないですか、はい、それがこの間、はい、初ゲストで東野さんと花丸さん出てもらったんです、あ上がりました、そうかもう上がったんですか、やったんですけどこれがねもう1万5000ぐらい回っとるんです、もうそんなんあったらもうなんか、いやちょっと落ち着いてください、お前さダメダメ浮かれるの早すぎますって、なんでそんな一番は東野さんの花丸さん出したら1万なんて少ないですよ、ね、でも今まで200とかやったのがそれでもう嬉しい、急に1万になったらいやいやさすが YouTube いけるぞってちょっとなるじゃないですかなるじゃないですか本当に、でもあれいけんちゃうかと、あじゃあ今ちょっと機嫌の時なんですね、そうだから、ね、引き継ぎニューヨークでしょ、あまたチャンスじゃないですかこれ、あいやいや僕らなんですよ、お二人比べてあるんですけど、いやいやいやだとその時のね、あの、はいはい、打ち上げでも結構 YouTube どうするみたいなんなって、そう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 ね言ってくれてね、え俺まだすいません拝見してないんですけど、あ、はいはい、どういう系の動画やったんですか東野さんと花丸さん、芸人キャッチボールっていう企画があって、あその企画も走り出したんだね、やってます、あ芸人とキャッチボールしながらちょっと会話、はいはい、するってやつ、好評でした、その企画自体は、そのだって1万何本も見てるんですよ、いや1万がだから1万5000人も見たんですけど ね、 あねリアルっすね、でも YouTube ってある意味僕らはリアルやなと思いましたでもすごいですよ、大バズりはしないんですね、でも何倍ですかって、まあ、今まで僕の200人ぐらいの規模のなんか話題になればってのありますからね、まあ、こう何個もやってって、まあ、そうですね、芸人、そうですね、キャッチボール、はいはい、でもそのそもそもその、はい、新年会で相談してたじゃないですか、大山さん的にやっぱ現状で満足いってないってことなんですか、はい、そのだってやっぱちょっとね、はい、お金かかるんですよなんやかんやと、はい、やっぱりあ YouTube ね YouTube そのなんかあの何料理動画とかも開けてあ、まあ、材料費とかね
うん、あのなんか YouTube 撮影するためのレンタルルームとか借りるとか、うん、やっぱお金がかかるじゃないですか、先行投資は、うん、はい、でもそもそも YouTube 始める前の段階で相談するってことは、はい、その時の現状の大山さん、そのルミネの、はい、もうルミネ王みたいなとこあるじゃないですか、新喜劇、東京の、東京の新喜劇のもう大回し大突っ込みが大山さん、オンリーワンの、まあ見てる人は誰ももしかしたらね知らないかもしれない、いやまあ劇場来た来たくない、まあまあじゃないですよ、突っ込まない言ってるじゃないですか、なんでその楽しくなって俺らのいじり全部笑ったり何もできへんねん大山さん、俺ら本当に悪く見えちゃうんだよそうや、で怖い、だから怖いんですよ大山さんと絡むの、人前であれ突っ込んでくれない、突っ込んでくれへん、大阪の大阪の東野さんの番組をオファー来てないよな、ああ聞いてないかもしれないです、東野さんがこうなんかな、はい、大山秀夫と相談者たちみたいな、なあなるほど、番組やってくれるんだけど、あそれいいですね、打ち合わせで、はい、ガンガンニューヨークの名前出してくる、あなるほど、もしかしたらじゃああるかもしれないですね、スケジュールあったんで、ほんま、ガンガンなんか、いや そんなん相談じゃなくて、落ち着いてください、楽屋みたいな話だいやだからその吉本新喜劇の要は東ルミネは大山秀夫っつったらもう大看板で安定しても、僕らがルミネ行く時は絶対大山さんおるし、まあまあまあねっていう中で今ですかね、相談してたってことはやっぱこの現状の大山さんの感じを、いやもう何言ってんすか、大変なんですよコロナで、そうっすよね、あコロナで大変だったんですよ、それがやっぱでかいってこと、そりゃそうですよ、もう激減ですよ収入がコロナ前と今ってもう年収半分ぐらいになってるんですよ、めっちゃやばいんですよ、あ子供さんによって大学生大学生高3ですよ、来年また大学行くでしょこれすごい、どうします本当にだから、ね、めっちゃ大変なんですよ。でも確かに。なんか大学なんとかして。いやいや落ち着いて。なんとかね、ちょっとなんとかせんって吉本に言ってんですよ。吉本に今思いして。いや休みなんで。おらん誰もいないです。藤原宏いません。副社長。あんまにおるけど日曜。副社長。日曜いないんじゃない。仲いいんですよ藤原宏さんとは。藤原さんも。会うたびに助けてくれよ言ってるんですけど。マジでコロナの。はい。結構1年2年続いたじゃないですか、そうです、まあ、劇場閉じたじゃないですか、はい、その間は何してたんですか、いやもう全然何も、だから家で料理作ってたんですよ、え晩ご飯を、それはなんかカメラで収めることもなく全然ないです、あれ大山さんの飯なんですか、ツイッターの写真、あれ大山さんが作った飯、そう全部全部そうですよ、えあの4品5品ある結構な晩ご飯、そうですそうです、あれ大山さんが作ってたんや、全部僕が作ってるんですよ、あ、はい、そうなんや、その流れがあって YouTube でもあの料理作ろうかなとかやったんです、簡単料理を編み出したからいっぱいお父さんでも作れる料理みたいな感じでいけんちゃうかなと思って、なるほどね、マジでもう、はい、本当にすごいですね、だってお二人今大学生で、はい、そうです、3人目もこれから大学生で、大学生に行く、はい、うん、どうしますか、とんですごいことですよ、やばいやばいんですよ、もうでももうちょっとで、ね、もう立派に育てそうです、もうちょっとです、もうちょっとしたらみんな社会人になるから、みんな男っすよね、みんな男なんですよ、都内ですかお住まい、もちろん都内です、うわ半端じゃないっすよ、もうここまででも、いやそうですよ、ここまでをやっぱ新喜劇とか劇場で育て上げたんですもんね、そうです、でもだからそれこそコロナ中にスナックルミネで出させてもらった時に、はい、なんかそれまでのノリみたいなのがそのイベントであって、はい、その、うん、先月今月の給料でホップステップジャンプで言わされてたじゃないですか、はい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 、衝撃でその時の大山さんのこれどうすんの子供さんに、確かにあれはでもマックスあの時どうやって子供を育ててたんですかあの時期蓄えを削って削ってですよでも今もそれが続いてんですよ、いやさすがあの時よりはまた復活してしてないんです、これが戻ってないんですよ今ルミネ戻ってきてるでしょ、はい、今ルミネちゃんとやってますやんか、はいはいはい、でもねやっぱりなんか入れ替えじゃんし、あれコロナの時にリセットしたみたいで、うん、若手中心になってるんですねやっぱり、確かに、はい、やっぱりそのルミネもそのコロナの期間中にやっぱり、まあ、マイナスとか赤字やったから、うん、取り返さなかったわけでしょ、あ今じゃあやっぱり僕よりギャラの安くてでなおかつテレビも出てるあのお客さんも呼べる人優先になるじゃないですか、まあね、その話はされたんですから、それはもうしゃあないなって話ですよ、そうやなって、だから大山さんもうちょっと待ってくださいみたいな感じで言われてから3年ですから、これもなんとかしないと、なるほどね、うわこれなんか、はい、大山さんだからなんかすげえ、はい、今
明るいっていうか、いやそうよ、非常に明るいからなんてとんでもない状況です。いややばいんですよ本当に。だからですせめて YouTube でちょっと小銭をみたいな。本当、はい、お子さんが今小学校とかじゃなくてよかったそういやまあそうですよね、はい、何歳の時にあの長男のは生まれたんですか。31か2やな、31で今大山さんが50?52やから今22か。ああそうなんです。はい、その長男の方は、はい、長男、ご長男生まれた時は、はい、新喜劇ですか。30の時はそうです。あルミネね、ルミネで、あルミネ来たてです。俺大山さんの芸人の人生のあれがあんま分かってないんですけど、はい、ああなるほど。だから、二丁拳銃さんとか、はい、二丁拳銃さん、千原兄弟さんとかの、はいはいはい、大阪 NC 8期で入るのは何歳ですか。高校卒業してやから、もう高卒速攻ですか。速攻で、速攻 NC 入って。で大山さんだってずっと野球やられてた、はい、そう、それまでだってめっちゃ野球の人でしょ。野球の人です。しかもガチで結構やってました、ね、やってました、プロ目指して。なんでプロ目指すぐらいの、プロ目指してすぐお笑い行こうと思って県立高校で、うん、で、まあまあまあそのそこそこ良かったですけど、ピッチャーやってたんですけど、そこそこ。どこっすか県は。いや兵庫県ですよ。兵庫でゴリゴリやってた。はい、兵庫レベル高いんですけどね。おーおー、県立高校で、まあまあそこそこ良かったんですけど、その辺の言うたらなんですかね、周りの地域の県立高校とかやったらまあまあ打たれないですよね。ああすごい。でもまあまあ僕が県内で割と有名になったんか知らないですけど、うん、なんで報徳から練習時代の連絡が来んねんいうぐらい来るんです。滝川第二から来たでとか、育英から来たでって来るんです。それはなんでか言ったら、練習試合でまず僕を見とくんですよ、ああいうチームっていうのは。へ、大会でいきなり当たって、おい知らんぞこんなピッチャーで抑えられるから、その効率の脅威になりそうなやつ一回見とこうみたいな。そこと練習試合やった時にもう必ずノックアウトされるんですよ。ボコボコ打たれるんですよ、やっぱ強いんですよ、そういう私立のかき集めのチームって。でも限界ちょっと感じてるんですね、野球の。そこでちょっとプロ厳しいかなみたいな。大学では受けました。大学では受けました、セレクション。へ、大阪経済大学のセレクション受けたんですけど落ちました。あ、ちょっと挫折ですね、はい、そこで野球人生。そう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 。でその時にまあ文化祭とかでね、なんか漫才やったりとか、僕は台本書いて新喜劇やったりとか、そういう人やったんですいやそれ野球やりながら、スーパー高校生やない。そうです、野球もめっちゃうまいし、はいはい、でお笑い。そうです。じゃあもうめちゃモテる感じですか。めちゃモテ。だからあの友達から痛みのさんまって言われてました兵庫県痛みし。なるほど。あ、じゃあおもろいしスポーツもできる。さんまさん、そうです。すごい人だ。いい、そうです、そうです、背高くて。そうです、そうです、そうです。ああ、なるほど。さんま、じゃあもう本当に何ですか、一軍というか、はい、もうなんか自分の思い通りの生活ですか、はい、高校は。もう高校の時が一番のピークです僕一番輝いてましたもうみんなにもう5日で売れるでとか NSC は速攻売れるでよって言われてて、いつかで壁にぶつかるんですよ千原兄弟とか藤原とかバッファローゴロとか名崎武史とかおるわけなんですよ。あ、じゃあもうその高校して、はい、じゃあ俺お笑い芸人になるわって言って、はい、行って誰か連れとかと一緒に行ってないです。行ってない、一人で行きました。あ、そこはなんでですか。連れにはそんな連れとコンビ組んでたんですけど、そこは大学に行くで、あ、お笑い目指さへんから、ね、一人で行くわと。で入ったらそういう面白い人がめっちゃ通ってこれどうするってなった時に、一個だけ誰にも負けてないなっていう武器が顔やったんですよ。一番男前やなと思って、ほんまに当時ほんまにモテたから僕これ顔でもええ、顔でもいいじゃないですか、タレントやから。まずここや思って本当に。で早いっすよ、待ってくださいよ。いや無理なんですよ、無理なんですよとにかく。じゃあの時の藤原とかめちゃめちゃおもろかったんですよ。お笑い、はい、お笑いはめっちゃ好きやったんですか。お笑いめちゃめちゃ好きです。あー、なるほどね、はい、でもうじゃあ早いっすね、もう切り替えたんですね。とりあえずかっこいい芸人でいった。お笑いでトップじゃなしに、あのかっこ面白いみたいな感じでいったろっていう。あー、だからいわゆる人気をまずバコンいったろみたいな。そうそうそう。なんかそのタイプ逆な感じっすもんね、その今、はい、大山さんの話、高校生活聞いた感じ、その他のおもろい同期はなんかちょっと陰の感じ、はい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 、陽じゃない感じじゃないですか。陽じゃないですね。だからなおかつ逆いったみたいな、はい、そうです。だからまあ逆割りでダウンタウンさんの影響、慶州さん、森脇山田さんっていうのがおったんですけど、関西で、もうダウンタウンさんには無理やってことですよ。だから、なるのはね、もっとフォア慶州さんとか、森脇山田さんみたいなキャー言われて、ちょっと面白い兄ちゃんみたいな感じのラインの方が僕は絶対にええからと思って、早い早い、そっち目指そうと思って。でコンビ組むんですか。コンビ組んでるんです、はい、NSC で、はい、じゃあかっこいいやつを探すんですか。
向こうが、はい、僕が一番かっこいいからこれいけると思って向こうが選んできました。ちゃんとじゃあめちゃめちゃ合う感覚合いますね。合います。作戦も一緒ってことです。でもそいつは松本信者やったから、うん、なるほど。あの実は、うん、あのキャーじゃなしに、うん、トップをあのお笑いとしてトップを目指したい、うん、どっか気持ちはあったんですけど、うん、でもあまあ俺の実力じゃ俺らの実力じゃってことで、うん、シャーなしにこっち回ってたとこあったんですよ。はあはあ、僕はもう全然関係ない、もうキャー言われたらええやんけっていう方向に行ってたんですよ。はあ、だから同じ方向にはちょっとは向かってたんですけど、うん、ちょっとずれてる。結局こいつが最終的にやっぱりこっちに行きたいなと、ダウンタウンさんみたいになりたいんだってことでコンビ解散するんですよ、ね。あ、でそのコンビは、コンビ何でしたっけ。マニアック。マニアックは、はい、いやマニアックかよ。マニアックって言いながらめちゃめちゃダウンタウンさんが置きたい。その元相方の意見色濃い。全然マニアックになりたくない。大山さん騙されてませんそれ。全マニアックと言いながら、うん、ネタがね、うん、告白のネタや言って、うん、女の子甘い言葉で口説け言って砂糖とか甘すぎるからっていうネタやって、どこがマニアックやねんっていう。何やその待ち合わせの場所どこって震災場所の引っ掛け場所の下川やどこがマニアックやねんってやってた。なるほど。でちゃんと順調に人気あったんすか。人気はありました一番。そのやっぱ千原兄弟さんとか藤原さんとかよりも全然マニアックの方がキャラ。全然これは本当にみんなに聞いてくれて分かるんですけど、当時日曜日劇場がダウンタウンさんが5層向けてすっかすかやった時に、うん、僕らが出る時だけ満員です。へえ。聞いたことなかった。なんでこんなに本当です後世に語り継がれてないの。聞いたことなかったよな。大山さんのマニアックってコンビが。いや二丁拳さん聞いたことあって。だから二丁拳はテレビとかでバーってそこまでじゃないのよ。そこまでじゃないの。本当ですか。そこまで。いや本当やろうけどそこまでじゃないの。イベントやろう言ったらさ、藤原とかでイベントやってたんやけどさ、藤本もチケット僕何枚売ったか。僕ファンいっぱいおるから。それってなんかどうですか、やっかみみたいななかったんですか、藤原さんとか千原さん。別にそんな仲良くしてたから全然やっかみはないけど、でも一個だけあのフレッシュトーナメントを言うて、うん、若手があの何ネタ競い合うね、うん、やつよくありそうなやつで、ね、でお客さんが審査員、はいはい、お客さんがボールを投げて、はあ、っていう投票するやつ、はあ、僕のファンばっかりじゃないですか、はあ、お客さん、はあ、僕らが滑らおうが何しようが、うん、僕ら勝っちゃうんですね。あ、本当に人気者だ、ね、うん、でもう内々にも勝ちますし、当時ね、もちろん千原兄弟も勝ちますし、決勝雨上がりさんと僕らですよ。完全に雨上がりさんが受けてるけど僕らが優勝するんですよ。お客さん審査員やから。はぁーすげえ。まだ天然素材とかもない、まだない頃です。あ、はい、でエンディングに、うん、フジモンと僕の相方が、うんうん、雨上がりさんが受け取ったやんお前ら滑っとったやろ何これ言うて何やー言うて取っ組み合って幕が閉まるというイベント。あ、それはほんまの喧嘩です。はい、褒、はい、めてました。あ、じゃあちゃんと お前らなんか思、はい、んないのに人気ありやがってみたいな感じはあったんですか、はい、まあまあかもしれないです。でもまあその方向性やし、いやめちゃくちゃ強いから、はい、気づいてないのよ。だから気にしないのよ。普通そういうのってさ芸人一番気にするやん。俺らってさ人気だけじゃないみたいな。強い、もう決めてるし。この今の話を今のトーンでさ変じゃない。完全に雨上がりさんのが受けてるのに僕ら勝つんですよ。それ自分で言うの。いやすごいわ大山さん。でもでその時さん何も気にしてなかったんですか。でもこんな感じと思ったんですか。いやこれ俺はこの方向性でええやんと思ったから、まあ、作戦通りですもんね。そうですそうです。あのでも、はい、解散しちゃうじゃないですか。解散します。まあそれは相方さんがまとめたよ。そうです。相方がこっち側に行きたい言うて、てか、まあ、ダウンタウンさんはみたいな、はい、で相方は違う相方、うん、で、はい、ABC の新人賞とか。あ、ちゃんと、はい、あれですか今作家されてる。そう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 ですよね。浦井君、浦井さんやるじゃねえかズになる。はいはい。あ、やるじゃねえかズ、そのマニアックの後っすか。そう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 。ああ、で僕はあれです、あのなんかたまにそのマニアック時代にその新喜劇営業だ、まあ、若手が前説みたいな感じでネタをトップバッターでやって、その後新喜劇にちょい役で出してもらうみたいなのがあったんですよ。あったんですね、昔営業で、はいはいはい、その時にえらい演出家の先生に褒められてて、声もでかいし、背も高いし、男前やし、お前絶対新喜劇来い、絶対新喜劇、言われたんですね。で、か
解散したからそれ何年目ぐらいですか解散3年目ぐらいですあ結構絶望じゃないですかその人気者やったマニアックからまあでも転送とかできる前やしまだなんかそんなにその時代の若手がまだそんなにバーンって 誰も言ってなくてなるほどなんか試行錯誤してた時代かなあなるほど僕らも解散して、うん、で僕はもう新喜劇じゃあ1回入らせてもらおうかなもうすぐ入ったんすか入りましたそれもうスカウトされたみたいな感じやもんねだから社員さんにこうね仲良い社員さんに解散することになったんでってどうすんねんって話聞いたら僕は相方見つけますって相方と僕ちょっとわからないお前真剣に来るなって話ですだからすごいわ山さん的にはまさかそっからここまでずっとやってるとは思わなかったいや確かにね本当にでも結局 NSC 入っておもろい人とかいっぱいおって、はい、じゃあイケメンで行こうとか、はいはいはい、で3年目で解散したからじゃあ新規行こうとか、うん、むちゃくちゃ、うん、いい感じにその現状でジャッジしますねえ俺はいいやお前しかおらんいやいやいやたまたまちゃうの俺たまたまやいやいやいやもうちょいしがんだり、うん、なんつうのもうちょい漫才でいけんちゃうかななんかパンパンパンってこう、はいはい、確かにねしかも夢破れたからこっち行ったって感じでもなくあまあまあまあなんか冷静にパンパンパンって行きますね言われたからかな言われそう誘われたから行ったからこう流れてだからずっと他力本願なんかなこういや他力本願っていうかいや本当生粋のなんか明るくて高校の人気者の人なのなって感じも、うん、ああええように言えばねそれはね福山はじゃあどの回確かに福山さんまだ福山出てないよ全然出てるでもデビュー同じぐらいなんですよ福山さんはい、あ、で僕は新喜劇入りだした頃にで大阪で一番下っ端から始めるんですそうですそうですもちろんですいわゆる新喜劇の下っ端から始めるごめんくさいでこけるみんなでこける頃ですその頃に転送とかができてそうですよね周りがもうジュニアさんもおるし天祖さんもおるしもうめっちゃあれじゃないですか悔しいんじゃないですか悔しいですずっとこけてましたああこけ方悪いとか言われてこれだから高校の時の華々しい大山くんの感じとは全然違うじゃないですか、はい、全然違います NSC の時の仲良かった人がみんなキャーキャー言われだしてはい、自分だけもう一番辛い時でそうですそうなんですどうしよう思いましたどう思ってたんですか頑張って新喜劇でのし上がるぞって思ってたんですか、うん、それはねやっぱり池のメダカさんなんですよねええ話だぞこれ絶対いやいやいやそんなことないけどどういうことですか池のメダカさんを舞台でずっと見てたら、うん、そなんすかねめっちゃ笑いとるんですよ、うん、あの人、めっちゃ笑いとんのに、はい、最後、はい、もう前の辺のおばちゃんとか泣いてんですよあ1時間ぐらいの芝居でめちゃめちゃ笑かして最後泣かすってなんやねんこのコンテンツはもう俺絶対あの真ん中でやろうって思ってなるほどねそこ目指したんですよねなんか、はい、あじゃあ新喜劇に結構やられたというか、はい、やられましたあの好きになったんですよ、はい、めっちゃいやここ行ったろって思いました、はい、それは初めて漫才やったとかコントやった時とはまた違う感動があったんですね、うん、そうですね、はいはいはいいやもう嫌でしたもんなんか新喜劇なんかちょっとね、うん、なんか若い俺らがやることじゃない思ってたけどそじゃあ新喜劇で真ん中行こうって頑張る中、はいはい、同期たちはテレビバンバン出てくる時は出ましたもうあっち羨ましいなもありつつでも俺はこっちやって感じそうですそうです切り替えて、はい、でどうなっていくんですかでまあまあそのやっていくまあまあちょっとやっぱ2枚目役をやらされたりとかするんですけど、はあはあ、もうギャグとかは全くそんなネタとかボケとかそんなもんさせられずというか、うん、せんでいいと一人だけ真面目にお芝居するような役でいいんだ、はい、そういう役あるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとかっこいいとかやるやつかっこいいそうわかりますわかります田舎からなんか失敗したお母ちゃんごめんみたいな役ですずっとやらされてました、はいはいはい、である時になんか若手がやってるイベントみたいなのがあったんですよね、はいはい、でその時に僕コンパとか行ってた時に、うん、ある女の子から、うん、福山雅治似てるねって言われたことがあって全然知らなかったんですけど、はあ、誰それでいやドラマとか出てるわそうなんやって家帰ってみたらあんちゃんとか言ってるから、うん、あんちゃんとか言ってちょっと練習してた俺これできんちゃう思って、はあ、で次のコンパの時に披露したら、うん、ギヤーなったんですよギヤーってめちゃめちゃモテ出すんですよコンパでコンパでモテ出して、はい、で若手のイベントとかで、はい、ちょっとエンディングとかでそれをやりだすんですよ、はい、僕若いお客さんが年齢層が若いからうわー似てるとかうわーって喝采になるんを内場勝則さんが見てはって
内場さんが、はい、でずっと NGK ってやっぱりね、はいはいはい、お年寄りからちっちゃい子までおるから福山雅治さんのモノマネやったとてちょっと分かれへんからずっとやってなかったんですけど、内場さんがちょっとそろそろあんなんやってみたらって言ってくれたんですよ。へー、一回やってみていいですかって、はい、んで内場さんがこうね、あの主役の時に僕がこう来たら、あれ福山雅治さんちゃいますかってわざと間違えるような、で俺があんちゃんさーって、うん、俺は小雪のことが好きだとか言い出したら、うん、まあまあざわざわになるんですよ。知ってる人らは、若い人らはギャッとなるけど、でこれどうしたもんかと思ったら横に山田花子がおったから、うん、聞いてたのか小雪って、うん、花ちゃんに振ったんですよ。ふ、うんだ、うん、内場さんがこれ小雪言うて、なだれみたいな顔してるでーって、なるほど、初めてだから。ほんだ花ちゃんがちー兄ちゃんって抱きついてきたんですよ。やったでーって言ったらドカーン受けたんですよ。これでパッケージができてどんどん広がっていくんですよ。そこでだから大山さんのなんか武器じゃないけど色が発揮できるようになったんですか。はい、2枚目やし、2枚目やのにおもろいし、2枚目やし、そうそうそう、モノマネ、そこでちょっとブレイクっていうか、まあまあ面白いですね。新喜劇ってやっぱ一個そういうのありますもんね、はい、なんかそういうのが見つかると一気にこう、で新喜劇はあのギャグみたいなもんやから、うん、毎回やれるじゃないですか、同じこと、待ってました的なことで OK じゃないですか。だから毎回この福山ネタっていうのが広がっていって、はい、俺分かんないですけど、それぐらいの時の新喜劇の方って、はいはい、バイトとかはするんですか。いや僕はしてましたよ。僕はしてましたけど、まあまあその先輩のなんかスナックとかのバイトみたいな感じ。やっぱなかなか厳しいんですね、新喜劇だと。厳しいです、厳しいです。ほいでメディアはどういう感じですか。メディアも新喜劇のみだったんですけど、ちょこちょこやっぱりね、大阪のなんか人気の番組とかに出だす、呼ばれて出だしたりとか。それやっぱ福山きっかけで。そうです。で、初めて、日テレのモノマネとかにも全国ネット。出だしたりとかします。それで東京はいつ来るんですか。確かにその後に俺ワンナイによう出てたイメージ。はい、ワンナイはレギュラーで、あの時は東京やったんですか。東京です、はい、でどのタイミングで東京来る。ルミネが始まってルミネで新喜劇あるからってことで、うん、引っ越しして、もうそれは誰か社員さんに言われたんですか。そうです、ルミネの当時の支配人に大山さんにちょっとスカウトされたみたいですね。盛り上げてくれへんから、はい、で僕はもう嫌やったんですけど、うん、もう絶対にもう飯も食わしたるっていうか、絶対仕事も与えるし、もうめちゃくちゃ大山さん買ってますね。はい、なんとかしたるからって言われて、ほんまですか、そこまで吉本が言われるの初めてやったから、うん、それやったらもうでも引っ越し代とかかかりますよって言ったら、いくらいるって言われて、100万円もあればじゃあ振り込んであるからって言われて、ってなって、マジですか。ほんで後日なんかね、呼び出されて大阪の本社に、100万円いついつに振り込むから、ここサイン書いてくれるって言われて、月5万円でええな言われて、何ですかって、吉本ファイナンスで借金させられた。ファイナンスか。嘘やん、借金ですか。それでもちょうど20年ぐらい前じゃないですか。20年ぐらい前。それ結婚してたんですか、その時。結婚してました、そこは。結婚したてぐらいです。したてぐらいです。よく勝負出ましたね。でもほんまに食わしてあるからって言って、行ってみたんですよ、はあ、ルミネ、はあ、じゃあほんまに月25日ルミネ出番入ってんですよ。なおかつ NGK の、 出てたギャラから3倍になるんですよ。すげえ。それって大山さん以外にも何人かそういう動きしたんですか、 NGK から。じゃあ島田珠代と山田花子と僕ですかね。あ、その3人が東京に、はい、で石田康さんは座長として呼ばれるんですけど、石田康さんは大阪でレギュラーがあったから、うん、自分で部屋借りても行き来するって言って、うん、ほんまは専属で東京に来てほしかったかもしれないですけど、行き来しましたね。はぁ、はい、お客さんも入ってたんですか。入ってました。そう、でもなんか島田珠代さんとか山田さん、今大阪に帰りました。で今大山さんだけ残ってる状態。僕だけです。だからもうなんかなんすかね、生き残りのその天然記念物みたいなもんです。なるほどね。だからあのなんすか、歴代支配人とか社員さんがその話、うん、この話を知ったら、うん、いや大山さんなんとかしたらあかんやんっていう人がいる。なるほど、そういうことなんや。ずっと歴代になったんですけど、でもコロナで一回リセットみたいになって、な今大変、戻ってないから大変なんですってことなんで、今の YouTube につながるんですね。そうです、なんかやろうと思って YouTube になるんですよ。あー、全然知らんかった。すげー歴史。なかなかすいません。いや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 、ありがとうございます。でもすごいっすよ、それでもやっぱ長男と二十歳になって酒を酌み交わして、もうあの話がもう大好き。いいっすか、あのライブでして。いや、あれ感動したんですよ。いや、二十歳になったらね、いつかお酒飲みたいなって。この間、まあ、もう今年22の長男がおるんですけど、うん、その長男と初めて酒をこの間飲みに行ったんですよ、うん、それ一番お父
さんがね駅前の、話し合う駅前の店行ってもうほんま飲み合わせていろいろ芸人の、うん、俺の若い頃の話したとかいろいろして、うん、ね優しいお子さんやな、はい、でももう嬉しくてで帰りもなんか駅から家まで歩いて行って、うん、でも途中で肩組んだりとかしながらこう、うん、張るね最高素敵だで家帰ってきて僕まだちょっとリビングで飲み足らんから飲むわ言ったら、うん、僕も飲むわお父さんって突っ込んで家でもねリビングで朝3時ぐらいまでこう飲むんですけどもう嬉しくて嬉しくて、うんうんうん、もうおしっこべっちゃべちゃにちびったんですよべっちゃべちゃですおしっこべっちゃちびるんです僕酔っ払うとべっちゃべ嬉しくてトイレ行きたくなくなるんですよねもう喋って喋ってべっちゃべちゃですもうびっくりするびっくりするぐらいびっちょびっちょにちびっちゃったんですよ、ね、いやちょろちょろちょろですちょろ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 がもうだって隠しなんでしょえなんかトイレ我慢できんくてとかじゃなくてもうトイレ行く時間もったいないからべっちゃべちゃちょろ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 出してべっちゃべちゃですびっくりしましたびっくりしましたこんな出たん久しぶりやったいやでも気が分からないトイレ行ってください絶対にそうですよねめちゃめちゃ出ました嬉しくてめちゃめちゃしましたむちゃくちゃですリビングのソファめちゃめちゃにしてもうとんでもなくもう時間ですかもう時間です、はい、次は大山さんの方行きましょうちょっとキャッチボールはい企画あるんですけど、はい、あそうかまあしゃあないかなんすか料理食べてもらおうかな思ってああちょっと持ってきたんやけどねあええじゃあ食べたいですよちょっと料理もそちらで、はい、ご覧ください、ね、食べていただいてはいということで、はい、大山さんありがとうございました。ありがとうございました。